始まりました。ジャンクハンター吉田プレゼンツ大和田企画第37回目です。はい、この動画は私大和田咲が映画を語れる女優を目指すためにジャンクハンター吉田さんに弟子入りして毎回映画解説を披露する成長ドキュメンタリー企画でございます。はい、今回は今回はインデペンデンスデイリサージェンスです。あ、よく言えました。噛まなかったね。噛まなかったの。そう、この前のインディペンデンスデーの1から20年後の世界ってことですね。そうですね、本当に20年後の世界ですね。20年後、20年経ってまあウィル・スミスだけ死んじゃってたっていうね。そう、いつの間にかいなくなってた。まあでもそれはしょうがないですよ。あのスーサイドスクワットって映画の方に先に契約結んじゃってたから、なんかいろいろ言われてるんだけども、ウィル・スミスのギャラが高かったから、出演がダメだったって話じゃなく、脚本とかっていう、脚本とかダメだったとか、いやそうじゃなく、本来はやっぱウィル・スミスも出たかったんだって、この作品。あ、そうなんですね。そうなんだって、あのやっぱ続編が嫌いってわけじゃないんですよ。だってバッドボーイズ2バッドっていう続編でも出てるし、で、あのやっぱ勝手にその周りがウィル・スミスはもうインディペンデンスデーなんか興味ないんだとか言われてんだけども、ウィル・スミス本人はいやそんなことないっていう発言してるんですよ。あ、そうなんですね。そう、あのスーサイドスクワットの方に先に契約結んじゃったから、タイミング撮影のタイミングが一緒だったから、いやそれできなかっただけ。ウィル・スミスが出てたらもっとなんかグッてなってたんですかね。まあウィル・スミス出てたらもっとね、会話劇が面白かった。あ、なるほど。今回のインディペンデンスデーリサージェンスに関しては会話劇の面白さは確かにない。あれはやっぱウィル・スミスがやっぱラッパーだったからの、そのさ早口とかさ、テンポ感、そう、あのね、空気を作ってる、その会話でトークで空気を作ってるところがウィル・スミスならではだったから、あのなんだ、圧倒的なさ、その会話の推しがないんですよ今回は。でもジェフさんはたまにちょっとピュッて頑張ってましたけどね。ああ、ブランドル・フライ早男、早男、ブランドル・フライはやっぱ相変わらずいい演技してましたよ。いや、いいですよね。私あの人好きなんですよ。あの親子が一番好きなんですよ。なんでそのがん、あのここで船に乗ってたんだ的なお父さんと。あ、結局そのブランドル・フライはジュラシック・ワールドに出られなかったから、今回は張り切ってましたよね。張り切ってたんだ、ジュラシック・ワールドを、ね、出たかったんだけどもオファーがなかったらしいから。そうなんですか。そう、あ、そうなんだ、ね、いや、なんかブランドル・フライのイメージしかないからさ、ジェフ・ゴールドブラムっていうとね、ジェフ・ゴールドブラムですね、はい、でブランドル・フライって言っても意味わかんないでしょ、ザ・フライっていう映画見てください。ザ・フライ、ザ・フライ、見ないといけない。ザ・フライ、悪魔の生贄に続き、ザ・フライ、ザ・フライそれブランドル・フライって出てくるから、ブランドル・フライ早男になっちゃうんですよ。へえ、うん、ジュラシック・ワールドにも出てる。ジュラシック・ワールドでは、その本でしか出てない。ジュラシック・ワールドね、彼が。そうなんですか、うん、あのジュラシックシリーズが出てるんですよ、うん、ジェフはね、うん、ですよね、出てるんだけども、そのジェフ本人としてはジュラシックワールドに出たかったらしいんですよ。あ、そうか、ワールドか、そうだ、うん、パークじゃないで。それもなんかインタビューで答えて、いや出たかったなみたいなことを言ってて、でもまあ、ね、出れなかったからね、このイジベスデーにすごい全勢力注いだらしくて。いや、頑張ってましたね。すごい頑張ってたよね。頑張ってた、頑張ってる感しかなかった。なんかあのツッコミじゃない、ボケをちょいちょい入れるとことか、うん、なんかすごい頑張ってた。頑張ってたで違いない。いやでもあのなんだろう、彼ならではのね、あのポテンシャル生きてましたよ、うん、ジェフ。やっぱなんだろう、やっぱりあの人が出ると変わりますよね。変わる変わる、うん、本当に映画も全なんか雰囲気変わるんですよね。そうだから、あんまりワンとのつながりっていうより、まあワンとのつながりもあるんですよね。あ、もちろんワンとのつながりあります。前の技術を残したからあの武器ができたみたいな。そう、結局そのVTOLってわかる、VTOL方式の、 あの、出てくる戦闘機がさ、あの、要はそこで、垂着陸できるやつですよ。普通の戦闘機でこうやってきてしょーっと飛んなきゃいけないけども、あの宇宙人たちの技術、あの UFO とか宇宙人の技術をその20年前に倒して得たから、うん、VTOL 方式で、あのなん今だとなんだっけ、あのオスプレイみたいなやつ、オスプレイってこれ、ね、はい、垂着陸できる。結局その技術っていうのを、その地球人が学んだから、まず戦闘機が様変わりしちゃったんですよ。戦闘機がこうやってね、滑走路でダーッと走って飛ぶんじゃなく、みんなこれ VTOL 方式でこうやって垂着陸してダーッて行くようになったんで、要はヘリコプターと同じ感じですよ。いや、かっこよかったですよね。私 3D で見たんですけど、酔っちゃうでしょ。まあでも 3D で見たからなんか楽しかったんですよ。だから 3D だとさ、ドッグファイト、戦闘機同士のあれで酔わない、うん、
全然酔わないんだ、うん、でもあの今回なんかドーンじゃないでブオーやったじゃないですか、わかります？まあそれ予告編でもやってましたよね、はい、ドーン、あのワンはドーンブワーってあれだけど、うん、ウオーだったじゃないですか。うーん、ちゃんと説明してくださいね。ジェフの言葉で言うと浮いてるっていう、浮いてる浮いてるって、今度は浮くのかみたいな、うん、なんかそういう説明的なセリフがあったんですよ。引力使ってるぜみたいな、引力使ってるぜみたいな、うん、今度は浮くやつだ、浮いて落ちるやつだな、そこまで言うのかっていうぐらいのセリフがあったんですけど、うん、あれはもうね、説明的ですよね。あの見る人たちの偏差値が低いと思って多分説明的に作ってるんですよ。バカにしてるよね、あれね。見たらわかるの、見たらわかるのにね、こんな説明セリフいらないじゃんって。今度は見たら落ちるのかって落ちますからね。いや、あのセリフはね , 笑うところですよ。面白いですね、うん、いらない説明のセリフ入れてるからね。そう、だからそれとかも 3D だから、ただ私字幕を追うのが辛かったんですけど、うん、ただそれ絵的には楽しいなって思ったんですよね、うん、でも、うん、記憶がないんですよ、私見終わった後に。なんでですかね。出た出たよ。終わっちゃったってなった。それつまんなかったってこと言ってんの。いや、楽しかったんですよ。本当かよ。で、楽しかったけども、あのジェットコースターに乗った後の、あ、今乗ってたっけみたいな。つまり記憶に残らない映画だってことでしょ、うん、要はポップコーンムービーってことですよ。つまりポップコーンムービー、アメリカでポップコーンムービーっていうのはさ、もうお祭り映画なんですよ、うん、だ絶対そうだと思うんですよ、ね、うん、いや、そうですよ。そうだからこそ楽しめるんだとは思うんですよね、うんうん、やっぱ記憶に残らない映画ってポップコーンムービー扱いされるんで、まあ、特にホラー映画とかさ、こういう例えばアクションどんどんやるような映画っていうのはポップコーンムービー扱いされてるから、なんだろう、お祭り映画っていう言い方も変だけど、なんか見てて、うん、疲れないですよね。あの何も考えないで見て大丈夫って映画っていう風に言った方がいいのかな。なんかエミリヒファンみたいになってますけど、まあ、エミリヒの作品ってみんなそうだからね。、うん、あ、そうなんですね、やっぱり、うん、何も考えないで見れますから。あまり深くないんですか。まあ深くない、もともとその彼もドイツ人だしさ、アメリカ人じゃないから、あのドイツ人としてアメリカを破壊するっていうよくわかんない謎の行動をいつもするんですけども、でも今回に関してはさ、まあ続編、20年経って続編だから何をやりたいかっていうふうに考えたと思うんですよ、うん、そしたら今度はもっとでっかい宇宙船出そうっていう、このね、安直な考えなんですよ。もうこれがまたね、その中学生のマインドがあって、そこなんですね。 それがね、いいです。ですね。でっかいの出てました。でっかいの出しちゃえばいいんじゃない？なんか出てました。いや、この今回のリサージェンスに関しては絶望感がないんですよ、前作みたいに。前作ってすごくさ、希望が薄かったじゃない。そうですね、絶望感が。でも今回はさ、もう20年前の宇宙人の技術さ、結構得てさ、その、銃もさ、薬莢使うようなやつじゃない、もうさ、ビームガンみたいになったりとかしてさ、もう随分随分随分変わったんですよ。うん、全部変わって、なんか技術力学んじゃったから、意外に お前らいけるんじゃねって思っちゃったよ。ちょっとインディペンデンスデイとか、まあこのエメリヒ好きの私としての意見としては、はい、エメリヒをね、基本をね、肯定する人間なんですよ、うん、あのみんなつまんないっていう風に人多いんですよ。でもこの人ってどうしてもやっぱ破壊心なんですよ。破壊するのが好きな人だから、いや、相変わらずね、この人ディザスタームービーみたいなこともやってるし、ほら Day After Tomorrow とかもさ、うもう世界中壊したりとかさ、2012とかも世界中壊したりとか、あれも面白かったですけど、 Day After Tomorrow でしょ、まあ、ああいうのもさ、確かに記憶に残らないかもしれない。でも記憶に残らないかもしれないけど、映画館で見た時のインパクト強いじゃん。強いです。そこなんですよ。違うんですよ、映画館で見た時のインパクトじゃなくて、映画に行く前の期待感がすごいんですよ。うわ、なんだそれ。ちょっと待った、それはあのエメリヒ否定してるだろ、それ。違う。なんだよ。違うの、予告編の前の、私映画館で見た時に、わ、始まるんだっていうワクワク感と、だからエメリヒ監督は運んでもらうまでが仕事なんだと思う。うわ、それね、なんかね、緩やかに否定してる気がするな。いや、でもすごい、だから最初なん、ちょうどそのインディペンデンスで見た後に予告編見たら、うん、もう本当に見たくてしょうがなかったんですよ。でもまあこの作品はね、本当に続編を20年後に作ってくれてありがとうって言いたいですよ。そうですか。いや本当そう、いやそう思います。でもやっぱね、20年前はね、ミニチュアと CG が組み合わさってたから良かったんですよ。いや、でもあれはすごい技術ですよね。ホワイトハウスを破壊したっていうのだけでもうワクワクしちゃって、当時は、うんうん、あと当時ね、日本劇場っていう映画館が、まあ、日劇マリオのところで、うん、最初のティーザー見た時の興奮感はなかったですね、うん、あの
ドカンドカンドカンってな、ニューヨークの街並みでもうね、車がバンバン爆発してそれがすっ飛んでるシーンで、その当時はその CG で使ってないから、うんうん、これリアルでやってたっていうのはすごいなと思って、すごいですね、一体何が起こってんだろうこのインディペンデンスデーって映画はと思ってよくわかんない感じだったの、ティーザーが、でティーザーがすごい良かったの、うん、これは何かはすごい映画が来るぞっていうね、その期待値が高かったからね、で見たら見たで、いや最高、エイリアン、ね、うん、でこうやって、ね、もうウィリー・スミスをぶん殴ったりとか、まあ、今回もね、あのリアムが殴るけども、まあそれもオマージュがいっぱい入ってるね、オマージュだらけじゃない、今回スターゲートのオマージュもあったし、まあ、今回その2012とかその、ね、ディザスタームービーのオマージュもあったし、エメリー監督の過去の作品のオマージュだらけなんですよ、で後半は、エメリー・ヒバン・ゴジラのオマージュも入れてるし、うん、もうねやりたい放題をやってるから20世紀フォックスは一番俺はねすごいと思う、ここまでね好き勝手やらしたっていう、うん、でも多分3あるからですね、まあ、それの飛び箱の前のあの走る助走の部分が今回のやつだと思うんですよね、次のじゃああれだね深くなると思うんですよ、エンドオブインディペンデンスデーみたいな、エンドオブでも絶対終わらないんだと思うんですね4も絶対なんかありそうな気がするけどね、でも次はもっとでかいの来たらもう本当にね、でかいんじゃない、俺こんちくしょうって言って笑っちゃうかもしれない、もしかしてあの地球人がでかいの作って宇宙に行くかもしれないですけどね、それか今回最後クライマックスとかとんでもない巨大な何かが出てくるじゃない、うんうん、巨大な何か出てくるから巨大ロボット出しちゃうんじゃないの、作っちゃうんじゃないの、ロボットパシフィックリムみたいな、またなんかチャッチックなりそういやそれでいいんです、チャッチックだっていいんですよ、それはエメリヒだからいいんです、全て許せるんですよエメリヒは、ゴーリキ早めだからいいんですよ、なるほど、うん、ローランド・エメリヒイコールゴーリキ早めでしょ、いや響きがよくわかんないけど響きがですね、いや本当にねバカ映画なんです、バカ映画でいいんですよ、私あの砂浜を走るバスが好きだった、砂浜っていうか砂漠でしょ、あそうだ砂漠砂漠を走ってますよ、うん、なんかなんだっけマッドマックスみたいだな、あ、はい、言いたいことわかります、あこういう絵が撮りたかったんだなっていうね、ここでマッドマックスが来たぞっていう、そう撮りたい絵がわかるよねっていうですね、うん、でもいっぱいねどっかで見たような既視感ありましたよこの絵面はね、うん、ありましたでそれもエメリヒなんですよ、全てが全てローランド・エメリヒだからこそ許せるんですよ、そのね、許容量を持った方がいいですね。よし、やりましょう。行きましょう。そうなんですか。いくつ出したい？1かよ。1。はい。おお、すげえ。6だってさ、これは喋れないな、6。きついな、6分も。6分間、はい、本当にできるんです、途中でギブアップしてもいいですからね、これ以上喋りませんごめんなさいっつってえドーンと終わるから、はい、初めてのギブアップ宣言でも OK だから、はい、いきますよ、もうやる気満々で言ってる自体がもうちょっとダメですよねこういうの良くない、あそういいですね、じゃあ頑張ってやるのね、わかりました、いきます、本番5秒前4、3、2、1、はい、デイアフタートゥモローなどの独特な映画を撮るローランド・エメリヒ監督のインディペンデンスデイですね、あ、インディペンデンスデイリサージェンスですね、前作のエイリアンによる地球侵略ギリギリのところで、あのカウントによるあのおじさんの特攻でですね、勝利を収めてから約20年後の世界を今回表してるんですけど、今回はエメリヒ監督が出したかったという巨大宇宙船が出現しています、ただそのちょっと巨大すぎてあまりよく分かってないような感じの大きさになってるんですけど、まあそれは置いといて、20年前に宇宙人が残した技術によって地球人もその宇宙人が来た時のために地球防衛システムを作り上げてるんですね、でその、エイリアンたちに対抗できるような武器によって対抗していくんですけど、まあちょっととした危機感もありながらも、そんな大層な危機感もなく物語は進んでいくので、そこまで言うほど内容は深くはないんですけど、ただ170億を超える制作費を使って作られているだけあっても、あの映像は今度はあの1とは違って下に落ちる感じ、下に攻撃が行く感じではなく、一回上に浮いて落ちるっていうその攻撃の仕方も変わってるんですね。だから 3D で私は見たんですけど、なかなか迫力があって、なんか
あの理由付けた動きではないけど、あの楽しんで見ることができました。で今回はウィル・スミスが他の作品に出演してるっていうことで出演できなかったんですけど、その分ですねジェフ・ゴールド・ブラムが頑張ってる様が見られて、あのちょいちょいボケたりとか、あのまたですねワンでも私が大好きだったジェフ・ゴールドブラムのお父さんですね、お父さんのジャド・ハーシュさんが出てるんですけど、もうその絡みがすごい面白くて、あのまずそのこんな大変な危機な状態にあるのにもかかわらず息子に電話しているお父さんがいたりだとか、もうそのお父さんのボケに一生懸命突っ込むジェフ・ゴールド・ブラムがすごい可愛かったりするんですね。で、あのまた別のどんどん進んでいく中でも緊迫した状況なのにかかわらず出てくるのがそのお父さんであったりして、マッドマックスのオマージュ的な雰囲気が出てる、映像で出現してくるんですけど、もうその絡みはすごい1でも私は大好きだったのでぜひ見てもらいたいなと。ただこれは1を見ないとなかなか伝わらないので、よかったら1も見てもらえたらいいなと思います。ブラキッシュ・オーキン博士が20年後にいきなり目を覚ましたりだとかよくわからない状況の中でも、一生懸命感動のシーンもあり、楽しんで見れる作品だと思いますのでぜひ見てください。であのきっとこれあの続編があるんだと思うんですよね。その助走としての作品として見るときっとその次の3が出た時はあ実は面白かったんじゃないかなって思える作品になってるので、ぜひ劇場で見たら楽しめるんじゃないかなと思います。ごめんなさいちょっと無理だはい、いやー3分だったらよかったのにね。いやでも普通になんか無理でも6分はやっぱねこれ厳しいですよ。違うの、何ですか、心が折れた、心折れちゃったんだ。違うの違うの、何、いやいいですよ、あのここで言い訳する時間をね1分ぐらい与えます。いや違うんですよ。何が、いや、あらすじがもっとあったはずだったんですけど、あらすじがすぐ終わっちゃって、いやもうあらすじなんか別にないじゃん。これは宇宙人がまたリベンジするために地球に攻め込んできて、それであの地球のその、コア、要はあの地球の中心部のねコアからねエネルギー吸い取って、あの地球を滅亡させに来てるだけだっていうさ、それだけだから別にあらすじなんかないですよ。そうですよ、ね、うん、別にこの作品に対してあらすじを1分語れって言ったら語れないよ。30秒で終わるよ。30秒かかんない。あれ私いやでも練習では違うんですよ。練習で違うの、6分、6分のイメージトレーニングできた。5分半話してあと30秒はちょっと付け加えればいいかって。あ、そうだったの。違うんですよ、頭真っ白になったわけじゃないでしょ。でもゆっくり喋ってたじゃん。そう、いやゆっくり喋ってたんですけど全部飛ばしてた、うんでも多分もうダメだったよ。その5分半も付け加えやっぱね 6分、その出目のやっぱ6が出ちゃった段階で心折れてたでしょ。前準備が違う、安直がなかったから。いや言い訳しません。いいの、今言い訳タイムで言い訳タイムのために今時間取ってるんですよ。大丈夫ですよ。あ、悔しい、いや悔しくないのが悔しい。インディペンデンスデイリサーチしたから悔しくないでしょ。悔しくないのが悔しい。自分がでもね本当に好きな作品で気に入った作品だったら悔しいと思うけど、いやでも好きじゃなくてもやっぱり楽しいんで。好きじゃなくてもって本音出た。好きなんですけど。いいですか、じゃあごめんなさい、はい、ごめんなさい。0点、待って、ゼロです。0点です。それはしょうがないよ ね、 そうですね、途中でギブアップしたから0点はしょうがないですよ。なんかもう振りか、うん、ダメです。何を、いやダメです、ごめんなさい。まあまあまあ、あの今回初のリタイアでやっぱね3分だったらまだなんとかいけた気がするんですけどね。6分はきついですよ。いやだって俺がこれ6分語れって言われたら途中で俺心折れるもん。いや違うです。でも6分語れるように私は頑張るんです。お、何その前向きな姿勢、どうしたの急にもっと解説中に前向きになるよって話ですよね。そうだよ、なんでこれ終わってからそんなこと言ってるの何を言い出してんだよ。今日から心を入れ替えて、今日から心を入れ替える、何それ。ダメだ、もう。まあでもたまにはこういう回もあっていいと思いますよ。途中でギブアップっていうのはね、なんか優しくされると泣きたくなりますね。いいよ泣いても、うん、誰もそれ ね、 あのね受け止めないから。そうですね、そうですね。じゃあ次は、
次回はオデッセイのブルーレイ DVD 出てるんでこれいきましょうか。マットデイモンですね。マットデイモン、これねやってなかったんでちょっとやっときましょうかね、はい、面白い作品だったんで、はい、はい、というわけで今回は、ね、で今回はギブアップで終わりました。初のギブアップです。明日から頑張ります。明日からかよ。はい、ジャンクハンター吉田プレゼンツ大和田企画無事終了です。さよなら。無事かな。無事じゃない、無事じゃないよね。